ゆるゆる調査オンライン第3回の今回はですね、ギターのメイプルネックと最近話題の、ローステッドメイプルネック、この2種類で、サウンドはどんな風に違うのかなというのをチェックしていきたいと思います。ちょっとね、色が違うの分かりますかね。普通のメイプルはちょっと白っぽいで、ローステッドの方は、茶色っぽい色になってます。で、タッピングした音もですね、普通のメイプルの音聞こえますかね。コン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 っていう感じなんですが、こちらローステッドですよ。もうちょっとカン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 っていう少し高い音になってますね。これがヒントで、今回はクイズ形式でちょっと音を聞いてもらいたいと思います。それではまず A の音を聞いてください。わかりましたでしょうか。続いて B の音を聞いてください。なかなか難しいと思いますけれども、では正解の映像をこの後、続けて見てもらいたいと思います。茶色い方がローステッドですよ。では聞いてください。はい、今回のサウンドチェック分かりましたでしょうか。ローステッドの方がですね、解像度が高いというか、ハイもですね、よりちょっとクリアに出ている印象です。で、普通のメイプルは、ローミッドのあたりがちょっとよく出て、押し出しが強く出ていて、全体的にこうこなれている、まあ悪く言うと分離はもう一つという感じなんですが、こなれた音になっているかなと思います。どちらが好きかというのはですね、もう本当に好みなので、良い悪いではありませんので、ただローステッドもすごくいい音してますよね。なのでこれを機会に、ローステッドメイプルのギターいろいろ試してみてはいかがでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。バイバイ。